カムヤマトイワレビコノミコトは、兄である一瀬のミコトと共に高千穂の宮で、次のような相談をしました。この高千穂の地はあまりに端に位置している。天下を平和に治めるには、どの地で政治を行ったらよいだろうか。やはり東へ行ってみてはどうだろうか。そして高千穂の宮を出発しました。長けせる。
終わりに、ただに迎えるオズの先なる一つ待つ汗を、一つ待つ人にありせば立ちはけましを、着ぬ着せましを、一つ待つ汗を。さらに歩いて三重の村に着いたとき、私の足はこんなに腫れ上がってしまった、三重にくびれた餅のようになってしまった。このようにおっしゃってため息を漏らしました。と我が今せばや、小旗の道にあわしし乙女、後ろでは戸建てろかも花見は、しーひしなすいちのわにさのにおはつには、肌あからけみしわにはにぐろきゆえ、後ろではおだてろかも花見は、しーひしなすいちのわにさのにおはつには、肌あからけみしわにはにぐろきゆえ、三つぐりのその中つにをかぶつくまひにはあてず、生きらんと。
心は燃えど糸らんと、心は燃えど元へを、君を思い出すえへを、芋を思い出ここに思い出悲しい。